現在の低水路が改作される直前の百軒川中流域。中央下が沢田集落で、左に国道2号百軒川橋が見える。堤防の中の水田地帯内をクランク状に流れる細い水路が平常時の百軒川で、三沢山沿いは大部分に堤防がなく、放水時は山裾や集落端の石垣が河川区域との境目となった百軒川は、 岡山県岡山市南部にある人工河川。旭川放水路とも呼ばれる。2019年9月4日の国際灌溉排水委員会の国際執行理事会において、令和元年度に灌溉施設遺産に県内で初めて登録された。旭川の氾濫から岡山城下を守るため、江戸時代初期に岡山藩主池田光雅の命により築造された。 百0軒川の名の由来は、二の嵐の幅が堤防を含め百件軒あったことによる。岡山市北区の中区中島付近で、川と分流し、三沢山の北を投流する。岡山市中区米田付近で、東にそびえる、決算を避けるように、大きく南に流れを変え、干拓地の間を通って、小島湾に注ぐ。 低地の住宅地や水田地帯を流れるため、流域各所に排水ポンプ場が整備されている。2014年には加口に、海水の流入防止と大雨時の排水能力向上のためのライジングセクターゲート方式の水門計算機が完成する。堤防内の高水時期には、公園やテニスコート、野球場、サッカー場、 ウォーキングコースなどが整備され、市民に親しまれている。旭川の分流部より河口までの総延長は1 2 9トルで、ある。国土交通省岡山河川事務所により維持、管理されている。中島岳田橋着港前の100軒川にの嵐。改修工事のため一部の取り壊しが始まった後。並行して、河川区域を横切る指導も、 増水時には洗い越しとなる構造だった百軒川に存在した立坑と旧堤防。増水時には縦に切られた2本の溝にそれぞれ木製の板を落とし込み、その間に土納を詰めて水を防いだ。河川敷内に保存されているもの。背後は米田橋、米田旧堤防周辺の改修以前の空中写真。中央下の米田集落の北に東西に築かれた堤防があり、 対岸の上下に向かう道路が切り通しで、横断している部分が現存する、旧堤防である。左下から中央を経て、小山の山裾を回り込むように右下に、流下するのが平常時の100軒川水路1970年代の河川改修で、旧山陽道に作られた鉄製ゲート式の立港。河川敷内には、原尾島遺跡発掘の作業テントが見える。 岡山城付近を流れる旭川は、安土桃山時代に行われた、築城工事の時に、蛇行するよう付け替えられ、稼働も狭くされたことから、岡山城下は、その後、たびたび洪水に見舞われるようになった。特に1654年に起こった大洪水は城下に、甚大な被害をもたらしたことから、当時岡山藩に出資していた、陽明学者の熊沢万山が、 洪水対策として、嵐と呼ぶ、越流堤と放水路を組み合わせた、川除けの方を考案。岡山半軍隊の津田栄忠氏は、この構想をもとに、三段の嵐により、水性を弱めながら、旭川の氾濫を、小流、放水させる百軒川を設計した。1669年に栄忠氏の式で着工し、1686年に完成したと伝えられている。 江戸家を通じて完成当初の姿で洪水から岡山城下を守った。当時の百軒川は通常時には平坦な水田地帯の中に一定間隔で平行する2本の堤防が河口まで連なるもので1960年代から始まった国の大改修事業まで同じ景観を保っていた。堤防の高さは2メートル前後でこれに切り通しを設けて 道路や鉄道を通す立交や洗い越しが多数存在した。砂川合流地点付近の新内橋より上流は流域両岸の農業用水路が合流する水路があるのみで、現在見られる低水路は存在せず、当初から河川区域外と変わらない水田工作が行われた。放水時には流出して収穫が得られない可能性があることから、 岡山藩は河川区域内の水田については年貢を通常の水田より低く抑える措置をとっていた。旭川は明治以降相次いで氾濫して岡山市街地が水害に見舞われたため1926年から大改修が行われた。百軒川では1961年の第二、室戸台風災害を契機に1963年から 建設省が改修に着手。1968年に川口部の水門と堤防の整備を終えた。ついで中、上流域で河川区域に低水路を改作して高水式を設け、さらに堤防を整備する稼働整備工事が1974年から1983年まで行われ、岡山県下で戦後最大を記録した1972年。 昭和47年7月号宇治の流量に耐えられる構造になった。この工事に伴い、建設省による河川区域内の水田の買収が1971年から進められ、江戸時代から続いた工作が消滅した。また旧山陽道など一部を除き、立港で河川区域を横切っていたほとんどの道路が新規に架けられた橋に移された。 さらに堤防改修工事が1996年まで続けられ残る実行もすべて橋に置き換えられて姿を消した。高水時期には堤防改修終了後公園施設やテニスコート、野球場、サッカー場などが整備され幅広く市民に活用されている。2009年4月1日、岡山市の政令指定都市移行に伴い中流遺難は中区と 東区の大ねの草界となった。百軒川は岡山平野のほぼ中央部を流れる朝日川の放水路であり、百軒川改修工事の際に中流域の河川敷の下4カ所で集落遺跡が発見され、1977年により発掘調査が行われた。縄文後期から中世にかけての複合遺跡である。遺跡名は大あざなを冠しており、 総称して百軒川遺跡と呼ばれる。弥生時代後期末には水田がかなり広大に行われていたと推定されている。また、部分的に田舎部跡が見つかっており、株の大きさやその分布状況から田植えが行われていたと考えられている。原小島遺跡では縄文時代後期から室町時代にかけての集落群が発掘された。ある時には、 弥生時代後期から古墳時代にかけての集落、鎌倉時代から室町時代にかけての集落が中心である。沢大遺跡は弥生時代前期から古墳時代前期にかけての集落群の遺跡である。特に弥生時代の遺跡は看護に囲まれていたことが確認されている。ここで発掘された弥生時は現在、岡山島遺蔵文化財センターに収蔵されている。 今谷遺跡は、弥生時代から古墳時代にかけての遺跡と鎌倉時代の集落跡の遺跡である。弥生時代の遺跡からは、水田跡や掘立柱の建物群が発掘された。米田遺跡は、弥生時代から古墳時代にかけての遺跡と、奈良時代から室町時代にかけての遺跡である。特に、奈良時代から室町時代にかけての遺跡では、道路や橋脚の跡や、 掘った手柱の建物群が発掘されている。郊外の井戸米大石の下手には、郊外の井戸がある。百軒河井石群の南にある、三沢山山海の斎藤端部には、戦国時代に、正木城,城があり、天正年間城主の正木大前孝雄が、浮っ田直家に攻められ落城した。その際、孝雄の妻、玉尾の方は、娘の初世を抱いてこの井戸に身を投げた。後年 この二人を供養したところ、井戸より郊外特使が浮かび上がり、この井戸を郊外の井戸と呼ぶようになったという伝承が伝わっている。ありがとうございます。